タワーはですね、戦後朝鮮戦争があって日本が、それで復興してるんですけど、その時にいっぱい作った余ってしまった戦車の鉄を溶かして東京タワーは作られているという話がありまして、まさに戦後の象徴でもあるんですね。近代民主主義資本主義の象徴でもあるんですけど、今テレビの時代からインターネットの時代になって、今は東京タワーというものがこういう、あまり人が来ないような状態になっているので、その近代資本主義近代化の鎮魂という意味合いも兼ねて、こういう形でさせていただきまして、地球が生まれて風が吹いて土ができて、その後人が動物植物鳥人ができて、そして歌が生まれて、でその次私たちはどこへ向かうのかという祈りを兼ねて一応こういう、形にさせていただきました。ありがとうございます。この東京タワーもね、人の意識が作ったものです。そして今日という日もみんなの意識で出来上がって終わっていきます。なので私たち人間かもしれないけど、人として何か声を出していくことで意識に働きかけてきたらいいなと思って、このクラスをね、みんなと一緒に作ることができました。ありげてさまりょうた、奄美のありがとうです。ありげてさまりょうた。